はい、こんにちは、ポールです。今回はですね、お金より価値にフォーカスせよという話をしていきたいと思います。これは、ビジネスにおいても、人生においても非常に役に立つ考え方なので、ぜひですね、最後まで聞いてもらえればと思うんですけど、やはりですね、そのお金の持つ影響力というのは非常に大きいので、やっぱりね、多くの人はお金にフォーカスしてしまう。僕自身もそういう時期はあったんですけど、お金にフォーカスしてしまって、どうやって収入増やすかとかね、どうやって稼ぐかとか、そんなことばっかり考えてしまうんですけど、このお金にフォーカスしてしまうと、ビジネスもうまくいかないし、人生も苦しくなってしまうっていうのが今回のお話なんですね。例えばこのお金にフォーカスするっていうふうになると、簡単に言うとテイカーになるんですね。価値にフォーカスするとギバーになります。これどういうことかっていうと、お金にフォーカスしてると、いかに稼ぐかとか、いかに売るかとかね、そんなことばっかり考えるじゃないですか。ってなると、お客さんに対して商品をとにかく売りつけるみたいな、自分さえ儲かればいいから、どうやって買わせるかみたいなことばっかり考えるわけです。そうすると奪う人になるんですね、テイカー。でも価値にフォーカスしてたらどうですかね。どうやったらこの人に喜んでもらえるんだろうとかね、どうやったらもっとね、価値を与えることができるんだろうっていうふうに考えたら、こう奪うって意識じゃないと思うんですよ。相手が困っていて、この人を助けたいと。じゃあどうやったらこの人を助けることができるんだろう。何かしらの価値ですね。その人が問題を解決できるような価値を与えることによって、その人を助けることができると。ってなったら、与える人ですよね。どうやって世の中にもっと役に立とうとか、貢献しようとかっていうふうに考えたら、こう自然とそういう行動に出ると思うんですね。与える人になるわけです。で、お勉強熱心なあなたはね、すでに分かっていると思うんですけど、どっちが裕福になるかっていったら、間違いなくこっちなんですね。ギバって損してるように思ってる人が多いんですけど、実はこっちの方が得してるんです、ギバーの方がね。ビジネスにおいてもそれは一緒で、みんな奪おうとしてしまうんですね、お金を。とにかく売りつけて買わせて、自分の儲けにしようって考えるんですけど、それをすると信用を失うわけですよね。ビジネスにおいて最も重要とも言える信用を失うわけです。お金って信用ですからね、信用がない人にお金払わないじゃないですか。いや、詐欺師に払うじゃんって思うかもしれないけど、詐欺師は信用をするのがうまいんですね。だから信用がないと売れないんです。特に僕たちみたいな無形商品を売ってる人とかっていうのは、信用がないと絶対買ってもらえないので。でもこれをやればやること信用を失うわけですね。どうやって買わせるかとか、どうやって儲けるかみたいなことばっかり言ってると信用を失うわけです。でもこっち価値を与える、どうやって喜んでもらえるかとか、どうやって役に立てるかなってことばっかり考えてると、当たり前ですけど、相手は自分のことを信用してくれますよね。この人は信用できる人は、人のために、尽くしてくれる人だ、自分のために尽くしてくれる人だっていうふうになったら信用が得られます。で、信用が溜まってくると、自然とそれがね、どっかのタイミングでこう大きなお金になって入ってくるんですね。これが世の中の仕組みなんですけど、これを理解しないままずっとお金にフォーカスしてると、もう奪うばっかりになっちゃうんですね。売りつける、奪うとかっていうことになるわけですね。そういうのって見てても分かるんですね。SNS とかの発信とかでも、例えば Twitter とかで繋がった瞬間にいきなりなんかね、儲け話があるんですけどみたいなこと言ってくる人いるじゃないですか。あんなのはもう、まさにテイカーの極みというかね、もういかに奪ってやるかみたいな感じ。いい話を持ちかけてるように見せて、自分はただ自分が儲けたいだけみたいなのとかってね、相手に見透かされますから、信用を失います。で、これはちょっとね、余談なんですけど、人生にとってもすごくいいんですよね。僕たちってやっぱりね、こうお金に重きを置いてるから、お金って見ちゃうんですけど、お金ってそもそもね、交換手段じゃないですか。何か欲しいものがあるからお金があるわけですね。で、それをお金を使って交換するわけです。だから最終的に欲しいのはその先にある何かしらのね、自分の欲しいものなんですよ。でも、例えば何か物を手に入れた時に、手に入れた、わーいって喜ぶ人は少なくて、どっちかっていうと、わ、お金が減ったとかね、っていうふうに感じる人が多いんですね。それはお金にフォーカスしてるから。でも、欲しいものが手に入ったんだからいいじゃんって思わないですかね。例えば自分が車欲しいなと思ってて、
で、例えば全然お金がないと、ね、どっちかっていうと借金を抱えているような状態でも新車、なんかちょっと新しい車欲しいなってなった時にたまたまね、今の車の調子が悪くなってもう買い替えざるを得ないような状況が出たとしますね。でその時に、まあ、お金ないお金ないって、ね、なって、でもディーラーに行って、まあ、ローンを組めることになって、で、新しい車が手に入ったと。で、その車はすごくいい車、自分も気に入っているとした時にですね、お金にフォーカスしてきたらどうなるかっていうと、うわ今借金抱えてるのまたローンが増えてるみたいな、あどうしようお金ね、もうどうやって減る、なんだろう、こうどうやって払っていこうとか、お金のことばっかり考えますね。でもその欲しい結果、車欲しかった、新車欲しかったっていう、その結果が手に入ってるわけじゃないですか。だから価値は手に入ってるわけです。別に正直そのお金が ない状態、マイナスの状態であったとしても欲しいものが手に入ってるわけです。だからお金って別にね、そのこっちが欲しかったわけじゃなくて、この先の結果が欲しかったわけじゃないですか。だからその結果が手に入ったんだから別にお金どうでもいいじゃんってね、なるわけですね。でもそういう発想にならないです。お金にフォーカスしてると、わお金減った減ったばっかりで、実際受け取ってる価値はすごく大きいのに、でその価値に気づくことはできない。だから心が豊かになれず、いつでも不足思考とかね、欠乏思考、マインドみたいな感じになってしまうわけですね。僕たちはお金を払って価値を受け取ってるんで、その価値を感じましょうってことです、ね、価値ってすごく大きいですよね。例えばスマホとかパソコンとかあるじゃないですか。もっとまあそんなもんでいいですけど、あれはもしね、ゼロから自分でね、研究して勉強してね、ゼロから組み立てていったら、多分一生かかっても作れないと思うんですよ。それをたかだか数万円で手に入るとものすごい大きい価値ですね。それこそ野菜とかね、100円とか言ってますけど、あれをね、自分で毎日こうね、畑に行って耕してってことやってたら、ものすごい労力がかかるわけじゃないですか。それは他の人がやってくれて、1個100円とかで買えるって感じたらね、すごい価値があるわけですよ。その労力とか時間を使わなくても、ね、欲しいものが手に入ったって感じたんだったら、すごくそれってね、ラッキーっていうかね、ものすごく価値大きいなと思うと思うんですけど、お金にフォーカスしてると減った減ったばっかりになっちゃうね。だからぜひこの、まあ、人生っていう点においてもね、お金よりも価値にフォーカスしてると、まあ、心が豊かになるとかね、まあ、その何だろうな、金持ちマインドみたいな感じになっていくんで、まあ、ぜひこのビジネスにおいても人生においても非常に必要な考え方なので、まあ、ぜひ参考にしてもらえればと思います。